はい、皆様こんばんは。10月の15日午後9時9分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日土曜日の配信をね、行っていきたいと思いますけれども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。私ビットマン TV は本日仕事がねお休みでございまして、それこそ先ほど8時頃だったかな、近くのスーパーに行きまして、飲み物であるとか食べ物であるとか、そういったものをね、入手してきたわけでございます。申し訳ございません。私の息子が風呂から上がって叫びまくっております。申し訳ございません。まあね、ビットマン TV タクでは最近ね、あまりスーパーに買い物行くことがちょっとなかったので、もうね、冷蔵庫の中がすっからかん、やばい状況になっておりました。ですから今日はね、先ほども言いましたようにスーパーに行きまして、いろんなものを仕入れてきましたので、今冷蔵庫の中身がパンパンでございます。パンパンマンでございます皆様。パンパンマンということでね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあね、私とにかく太りまくっておりますので、もうとにかくあれでございますよ皆様。水分、水分はねとにかく重要だということで、まあジュースであるとか、まあコーヒーであるとかね、ああいったものをまあ入荷していったわけでございますよ。でね、まあね、先ほど言いました冷蔵庫にねぶち込んだというふうに言ったわけでございますけれども、今ね我が家のビットマン TV 宅の、冷蔵庫の調子がでもすっごぶる悪い、もうやばいぐらい悪いんですよ。あちらでございますよ、冷凍庫ね、冷凍庫の方がもう効かないんですよ。だからほら製氷機あれついてるじゃないですか普通はね。昔のね、冷蔵庫とかであれば、製氷機ついてなかったと思うので、あれですよね、冷凍庫の中にね、わかります？なんか懐かしいなって思う方もいるんじゃないですか？冷凍庫の中に、ほら、水を入れるね、氷を作るやつにこう、水をバリーとか入れて、で、冷凍庫に入れておいたら、まあ、氷が固まってできると。で、そこから、こう、自分でね、こう、わかります？その、氷ができたやつ、水を入れたやつがね、固まっているので、これこう、ね、雑巾を絞るみたいに、ぐいーっとやっていったら、パキパキパキーとね、こう、わかりますかね？あちらでございますよ。こう、割れ目が入って、バリバリと落ちるような形。そういったね、冷凍庫を、まあ、冷蔵庫をね、まだ使っている方もいらっしゃるんですかね？でも一応ね、私、ビットマン TV タクの冷蔵庫は、もうそういったものではございませんよ。もう水をタンクの中に入れれば、もう勝手にでございます。もう皆様、全自動でございます。もう勝手に氷がね、出来上がってからの、いわゆる、コロコロサイズにね、今言っちゃって切られて、あちらですよ、アイスボックスの中にね、こう落ちてくるような形になっているわけでございますけれども、やっぱね、なんだかんだ言っても、今の冷蔵庫自体はもうね、15、6年使ってるんですよ。ほら、これ前々ね、皆様にも言っていたと思うんですけど、私、ビットマン TV ね、結構物持ちがいいと。物持ちがいいので、結構ね、一回買ったものは、ね、でも、冷蔵庫を、そんな頻繁に買い替える過程もね、やっぱりないとは思うんですけれども、まあ、15、6年使ってるんですよね。だからほら、私の、親の、時から言っちゃうと使っているの。だから今使っている冷蔵庫は親がね、購入した冷蔵庫をそのまんま使っている。あちらですよ。今私が住んでいるところは、もともと私の実家だったわけでございます。で、私の父ちゃまと母ちゃまがね、新しく家をもう一個購入したんですよ。新しくもう一個家を購入して、父ちゃまと母ちゃまはそっちの方にパリーと左遷されたと。で、私と、まあ私家族がね、まあ今もともと実家であったところに、まあ住んでいるような状況になっているわけでございます。ですから、まあ、昔からね、私の父ちゃまと母ちゃまが使っていた冷蔵庫を、まあ、今も使っている。で、その冷蔵庫がもうね、もうぶち壊れてるんですよ、ぶっちゃけた話。だから、氷がね、作られて、アイスボックスの中に入るんですけど、うまく冷えないんで、結局そのアイスボックスの中に入ってる氷がね、溶けちゃって、で、またこうなんかね、調子が良ければ、あれですよ、アイスボックスの中の、ちょっとね、水っぽくなった氷が、また凍ってきて、再度、まあ、言っちゃうと氷になっていくわけでございます。ですから、なんかこう、わかります？コロコロ氷じゃなくて、コロコロ氷が一回溶けちゃって、もう一回固まっていった感じ。だから、一枚の、氷板みたいなね、形、氷板みたいな形になっているわけでございますよ。ですから、まあ、言っちゃうとね、ぶち壊れた。まあ、それが言いたかったわけ。だから、今年のね、冬あたりは、冷蔵庫をね、ちょっとこう、買い替えていこうかなっていうのは、思っているところでございます。でもね、電気屋さんとか見に行ったら結構高いもんね、冷蔵庫。だから、結構いいやつとか、大きいやつとかになると、もう2、30万円ぐらい平気でするような形になっております。ただまあね、私の子供がまだちっちゃいので、今ね、もしかしたらほらちっちゃい冷蔵庫でいいかもしれませんけれども、結局ほら、いずれね、大きくなってくるわけじゃないですか。だから、まあちょっと大きめのやつ。で、ちょっとこう、おしゃれチックなね、好きなんですよ。私の奥様、ゴールド女がね、好きなんですよ。なんでゴールド女なのか。私の奥様、ゴールドをじゃらじゃら身につけていく、どこのドバイ帰りの女なの、あんたは。っていう風にね、突っ込まれるのが大好き。
好きな女性でございます。はい、まあ女性はね、皆様皆様でございますよ。ゴールドが大好きでございましょ。私の奥様も、まあ漏れずにゴールドが好きなわけでございます。ですから、まあそういった形でね、まあ言っちゃうとゴールドじゃらじゃら女がですよ、まあいいものをね買いたいと、今ね私の近くにいないからこんな風にゴールド女っていう風にね言っているわけでございますけれども、目の前にいたらもうそんな方で口が裂けても言えないと。よろしくお願いいたします、よろしくお願いいたします。まあそういった形で奥様もね、ちょっとなんかちょっとこうで調子乗って、調子乗ってね、いいやつが欲しいみたいな。私はまあそれをね、目見ながら、いやだからこの前ね電気店に行ったら、まあ私の奥様がですよ、その店員さんとね、もう仲良く仲良く本当に楽しそうに喋ってる、それをね私は、横目で見ながらですよ、ちょっとイライラしてるわけでございます。よろしくよろしく、冷えるや何でも一緒じゃねえかよみたいなね形でございますよ。よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。笑ってんだと、こいつ笑ってんだと、笑ってますよ、当たり前じゃないですか。今近くにいないですからね、よろしくお願いいたします。もう近くにいたら笑えるような状況じゃない、やっぱりね。長州力張りのね、やっぱりラリアット食らっていくのは私ビットマン TV も怖いですから、やっぱりね目の前にして、口をガバー開けながらね笑った瞬間に、やっぱり長州力張りのラリアットを食らってからの舌を噛む危険性がありますからね、そこはやっぱり抑え気味に行きましょうと。だから電気店に行った時に私の奥様がね、店員様と楽しそうに喋っているのが本当にねイライラするの、イライラする。やっぱり店員さんっていうのはですよ、売り上げっていうものがやっぱあるじゃないですか。ですからゴールドをねガチャ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 つけてくると、電気店はねドバイじゃねえんだというふうに私は言いたい。もう間違いなく言いたいんですよ、ね、電気店、山田電機とドバイを一緒にするんじゃねえと。だからそんな風にねゴールドをジャラ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 つけていったら、やっぱり店員さんもね高いものから順に、高いものから順にやっぱり紹介していきたくなるじゃねえかと。だからそれは言っちゃうと思うツボになってるんだと。だからもうむしろ本当にねもう破れ、わかりますよね、もうね、あの襟元とかもう半分破れてんじゃねえかぐらいの洋服着て、靴とかもね、もういやむしろ靴なんて履かなくていいとね、裸足でやっぱり山田電機に行けという形でございますよ。わかりますかね。だからそういった形で行かないと、やっぱりこう、まあ、言い方悪いかもしれませんけれども、思うツボ、そういったことにねなりかねない、やっぱもうツボの中に入りまくってるわけでございますよ、ですからそれはやっぱりどうしてもね出費を抑えるという意味で、やっぱそこはねしっかりとしていただきたいというところがございます。はい、ですからまあね、横目で見るビットマン TV の気持ちもね、ぜひともぜひとも聞いている方々は察していただきたいというところでございますので、よろしくお願いいたします。ですから電気店にはね本当にね私一人で行きたいぐらいな勢いでございますよ、ですからね、わかりますよね、私なんてね本当にね電気屋さんとか行くときにもう本当にね、この襟元とかもうね、お前そのシャツお前12、3年着てんだろうかぐらいのね勢いのもうダラーみたいな。だからそういったね私を見たらですよ、皆さんわかりますよね、店員様とか逆に、やっぱりね安くてね、わかります、お手頃みたいな、むしろもう冷凍庫ついてないぞぐらいのね、もうあの冷やすだけ、冷蔵だけみたいなねものをやっぱり進めてくるんですよ、お手頃ですよみたいな形でね、そういうような形で進めてきますから、やっぱり私としたらそういった状況でちょっとランク上げて、あの凍らせる冷蔵庫です、あ冷凍庫ですかねみたいなね、冷凍庫ですかね、ちょっとああいったものもついてるのちょっと見え張って紹介 してもらってもいいですかねみたいな形でいくのが、やっぱりこうね安くていいものを仕入れていく鉄則、いう風に思っている。だから私ビットマン TV と、ゴールドレディがねやっぱり一緒に行くと全然ね店員さんの対応は違うわけ、だからここにね私はやっぱりこうね、ある意味一つのねこう喜びを感じている。だってそうですよ、当たり前じゃないですか、やっぱ安くていいものを、まあ別にね高いから悪いってそういったことを言ってるわけじゃないんですよ。だからもう向こうのね壺の中に入りまくってんじゃねえぞぐらいの勢いでございますから、ですから皆様にアドバイスはやっぱりね、電気屋さんに行くときは間違いなく金のブレスレットとかね金のネックレスとかそういったものをつけていくこと自体がもうねダメなんです。やめましょう、やめましょう、これはもう言わしてください、やめてくださいとかお願いじゃないです、もうやめなさいってことです、やめなさいってことです、よろしくお願いします。むしろいいですか、本当に胸元がね、胸元ですよ、もうね襟元がもうダラーみたいな、もうねいいんです、わかりました、じゃあこうしましょう、あの襟元がいわゆるねこう半分破れているようなシャツをお持ちじゃない方もいると思うんです、女性の方とかでもいると思うんですよ。だからもしねあのこう持ってないと、そんなシャツ持ってないんだという方がいるんであれば、とにかくじゃあ今普段ね皆様がねわかります、着ている服を、着ている服を普通に着ていってから、とりあえずですよ、あの山田電機とかあの電気屋さんがありますよね、エディオンとかそういったところに、まあ駐車場バリーとね車でガーッと入っていってから、車を降りる時にね、ちょっと一旦、あの両手でね襟元持ってバーンって引っ張りましょう。それで完璧でございますから、よろしくお願いいたします。そういった形で、まあもし持っていないんであれば襟元をねグリーッと引っ張っていけば、なんとか収まりがつくような形になりますから、まあとにかくねちょっとこう安めの、シャツを着ていくっていうのね、これも一つの今日のメインテーマとしてアドバイスとして
して皆様にはお伝えをさせてください。いや、お伝えをさせてくださいじゃないです。やってください。お願いします。いや、お願いじゃないです。やりなさいってことです。よろしくお願いいたします。まあね、本当にね、ビットマン TV スタイルってものがありますから、うん、やっぱりこうね、そういった形で、まあ、みすぼらしい格好でいけとか、まあね、あれですよ、ダメージジーンズとかね、持ってないんであれば、ハサミでちぎっていきなさいということでございますから、ここが鉄則でね、よろしくお願いいたします。だってね、わかりますよね、うん、ね、安いシャツとかであれば、例えば1000円ぐらいで売ってると思うんですよ。だから、1000円ぐらいのシャツをバーンと着ていってからね、言っちゃって、襟元ブリーンとね、もうこう、両手でバーンと、もう力強く、もう本当に、そうですよ、力強くバーンと伸ばしていただいて、そうすることによって、安くてね、うん、やっぱりいい電化製品が購入ができる。そこで、まあ、例えばですよ、5万円ぐらいね、言っちゃうと、うん、5万円ぐらい、あれですよ、節約ができたら、差額4万9000の得ですから、これこそね、まさにね、いい買い物っていうわけでございますよ。よろしくお願いね。決して、ゴールドなんて身につけていくな。それはね、アドバイスとして、言わさせてください。よろしくお願いいたします。まあね、自分の好きな服装で行ってください。よろしくお願い、よろしくお願いいたします。まあね、とにもかくにも、まあ、冗談っぽくなりましたけれども、やっぱりね、今年の冬はね、冷蔵庫、うん、ちょっと購入をね、していきたいなというふうに思っている次第でございますから、よろしくお願いいたします。やっぱりこう、いろんなね、こう、海鮮物とかもですよ、うん、イクラとかね、カニとか、ちょっとああいったものも今年の冬ね、食べたいなーというふうにビットマン TV 思っております。でも、自分自身で購入もしていきたいなーというふうに思っておりますから、まあそういったものをね、買った時にはね、やっぱり冷凍庫ないと絶対ダメですもんね。どう考えたってダメだと思いますから、でほら、九州南部じゃないですか。例えばね、寒い地域とかに住んでいるんであれば、言っちゃうと外にね、置いておいても、まあ、いわゆる自然の冷凍庫みたいな形で、ほら、ね、青森とか北海道にお住まいの方であれば、冷蔵庫が壊れても、外に置いておけば、もうずっと冷たいような、凍ったような状態だよっていうところもね、あると思うんですけども、まあ、九州南部はね、雪が降ること自体が珍しいので、まあ、そういうわけにもいかないのでね、やっぱりしっかりここはね、まあ、真面目になりますけれども、購入はしていきたいなというふうに思ってる次第でございます。ちょっとオシャレチックなやつをね、購入しようかなと。もし、ビトマ TV タクで購入した暁には、間違いなく皆様の元に映像としてこれ買ったよという形でね、お伝えしていきたいなと。で、ね、その流れの中で、ほら、食器棚とかもあるじゃないですか。だから、ちょっと、ああいったものとかもね、ちょっとこう、まあ、模様替えっていうんですか、それ。なんかこう、結構ね、もう、本当に15年から20年ぐらいずっと使ってる食器棚とかなんで、ああいったものもちょっと買い替えていこうかなと。キッチンのほら、結構ほら、コンパクトでね、今使っている食器棚自体結構大きくて、もう、こんなにね、いらないよっていうぐらい入ってるんですよ。だから、ちょっとコンパクトなものにしていけば、ある程度キッチンとかもね、広くなっていくんじゃないかなというふうに思いますので、部屋自体はほら、広く使いたいじゃないですか。だからそういったところもね、含めまして、まあ、ビットマン TV どんな形で家が変わるのみたいなね、ことも、まあ、楽しみにね、ご視聴いただければ嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。あと今日ね、スーパーに行ったらね、ちょっといいですか一つ。ちょっとね、ほら、ビットマン TV とメンタルマネージャー、やっぱりこう、皆様にね、こう、仮想通貨だけじゃなくて、例えばこうね、ほら、7日の、にやる、パチンコのね、丸半部であるとか、それこそこの前は、協定に行ったじゃないですか。協定部やったりとか、皆様にね、ちょっとほら、私とメンタルマネージャーが楽しいって思う動画を、まあ、普通に作っていこうかなと思ってる、だけなんですけれども、今日ね、スーパーに行った時に、私が普段行ってるスーパーが、結構すごくて、多分ね、なんですか、バイヤーの方ですかね、スーパーの。うん。皆様がね、お住まいの地域のスーパーって、やっぱりこう、なんていうんですか?こう、例えば、レトルトカレーとか、あるじゃないですか。レトルトカレーとかね。ああいったものとかも、そんなに種類がほら、ないところ、も多いじゃないですか。スーパーによっては。でも、私が、普段ね、行くスーパーって、ものすごいんですよ、量が。全国から取り寄せているような感じ。だから、レトルトカレーとかも、だから、種類で行くと、もうほんと30とか40種類ぐらいあるんじゃないかな。だから、全国のレトルトカレーがブワーってあったりとかして、だから、それを見たときに、なんか、こう、わかります?ちょっとこうね、メンタルマネージャーと今度、このレトルトカレー全部買って、だからね、レトルトカレーもびっくりして、私が普段ね、結構食べているのが、本当に100円のやつ、めっちゃ美味しいやつがあるんですよ。レトルトカレーでめっちゃ美味しいやつがあって、それを、デミグラスカレーってやつなんですけど、その湯煎してね、食べるやつ、デミグラスカレーだったか、デミカレーっていうやつなんですけど、それが本当に私、ビットマン TV はお気に入りで、100円ですよ。100円、むっちゃ安いですからね。で、めちゃめちゃ美味しい。コクがあって、これ本当に100円なのっていうぐらい美味しい。これおすすめでございますから、まあ、後でツイッターの方に載しとこうかな。これめっちゃ美味しいよという形で皆様にご案内したいんで、別にね、案件とかじゃないですよ。そんなのがね、もらえるような大きい人間ではまだまだございませんから、普通にビットマン TV が食べているレトルトカレーでめっちゃ美味しいものがありますから、悩んでいる方、うん、いつもね、こう買う時、うん、いろんなもの買ってるよという方がいるんであれば、ぜひともね、後でツイッターの方に、うん、載しておきます。ここ、はい、ビットマン TV のツイッターでございますね。こちら、ビットマン TV 投資で送りたっていうね、このツイッターがあるわけでございますけども、こちらの方に後で画像付きで載しておきますので、よろしくお願いいたします。で、
話は戻りますけれども、まあ普段食べているものね、レトルトとかであるんですよ。で、そのね、いっぱい種類があるから、それ見た時にあのメンタルマネージャーと二人でちょっと全種類のこのレトルトカレー買って、どれが一番美味しいのか、一応私の中でのキングは、レトルトカレーのキングはさっき言ったやつ、後でツイッターに載せるやつがキングなんですけども、それをね超えるような、あのね、レトルトカレーなんですけど、なんかね400円とか500円ぐらいするやつもあって、結構なんか種類が豊富でね、なんかいろいろ食べてみるのも楽しそうだなって思ったんで、ちょっとそれメンタルマネージャーと動画作ってみようかなって思いましたから、そういったものもね、ちょっとこうあれですよ、エンタメ系動画として、うん、あの設置してね、撮りたいなというふうに思いますので、これもし、撮りましたらよろしくお願いします。まあなるべくならね、たくさんの種類のレトルトカレーを、行きたいなと思いますから、もしですよ、この動画もう今思いつきました、うん、この動画見ている方で、レトルトカレーね、おすすめのものがあるよと、レトルトカレー湯煎のやつですよ、うん、金額は問いません、はい、おすすめのやつがあるよというものがあれば、もしよろしければね、こうコメントとかで残していただければ、ちょっとそれ取り寄せができるんだれば取り寄せていこうかなと。で、レトルトカレー選手権みたいなものをね、ちょっとやっていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ほら、皆様には前々から言ってますけれども、私ビットマン TV はね、美味しいものにはとにかく目がないと。だから餃子であるとか鶏肉であるとかね、美味しいものたくさんまああるわけですよ。だから私が知らないもの、うん、例えば皆様がね、お住まいの地域にいろんな あるじゃないですか、なんかこう知る人ぞ知るみたいなね、ああいったものあったら、もしかしね、もしね、あったら教えてほしいですし、それでなくても、あの、情報として、あの、別に、あの、ビットマン TV に、送ってくださいとか、そういったことを言ってるわけではないので、もしこれ美味しいんだよというのがあればね、ぜひとも情報として欲しいなというふうに思ってる次第でございますので、よろしくお願いいたします。で、レトルトカレーに関しても、ぜひともね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、あと一つ。あのね、NFT 売り場に、あの、ビタマン TV の、あの、載っているんですけども、昔からの視聴者様でね、エリちゃんという方がいるんですよ。で、エリちゃんという方が送ってくれたコンビーフがあったんですよ。めちゃくちゃうまかった。やばかった、これ。うん。本当に、コンビーフって知ってます？あの、牛の、なんていうのかな、あの、牛肉あるじゃないですか。あれをなんかこう、細かく切っているやつで、をね、送ってくれたんですよ。めっちゃ美味しくて、コンビーフ丼。うん。あったかいご飯の上に、その牛肉のね、あの、言っちゃったコンビーフを乗っけて、卵の黄身を乗っけて、ぐちゃっと混ぜて、もうあの、コーンビーフ丼として食べるのがむちゃくちゃ美味しくて、うん、ちょっと塩気があるんで、例えば魚のね、魚、ごめんなさい、お酒のつまみになったりとかもしますし、めちゃくちゃ美味しかった。これも、ちょっと皆様にね、あれでございますよ、お伝えしていきたい、紹介していきたいなというふうに思いますから、やっぱりね、食べ物をね、美味しいものを食べるって、本当にね、幸せになるわけですよ、ビットマジビ、ほんと笑顔がね、もうこぼれて、やばい、みたいなことになっておりますから、本当に皆様にお願いなんですけども、ここのこれめちゃくちゃうめえから食ってみたいというものがあれが、ぜひともね、よろしくお願いいたします。あとは他にもね、あれですよね、あれ、パンダちゃんがね、パンダちゃんだったかな、送ってくれた、あの、利休の牛タンも美味しかったんで、これはそれこそね、ビットマン TV のトレード大会、はい、トレード大会の商品の中にも入れたんですよ。んで、エビテンさんがね、エビちゃんが、利休の牛タン。もうね、ビットマン TV のトレード大会ですから、大盤振る舞いで、うん、行きましたよ。牛タンほぼ1万円分ですからね、あの、合計して15枚から16枚ぐらいだったかな、あの、一袋の中に、3枚入ってるんですよ。だからそれを5セット分。うん、だから、ものすごくお腹いっぱいね、食べれたんじゃないかなと思います。けども、そういったものとかね、やっぱり私ビットマン TV、うん、生きているうちにもっともっとね、美味しいもの食べたいなと思っているわけでございます。よろしくお願いします。あとはね、あちらあの、宮越漁業さん。これは、昔動画でね、作らさせていただきましたけれども、北海道の方で漁師をやってる方がいるんですよ。もしよろしければ、宮越漁業さんっていう形、あの、形でインターネットで調べてみてください。出てきますから。うん。あの、お取り寄せもね、あの、おそらくできますよ。北海道の地のものがね、食べられるお取り寄せ、間違いない。ビットマン TV も頼みましたが、間違いないです。で、宮越さんが送ってくれたものが、まあね、前々から聞いている方であればご存知の通り、タコのぶっとい足、宮越さんが取ってるんですよ。タコの、もうね、見たことないタコのでっかい足ですよ。あとは、毛ガニであるとか、ね、あとはイクラ送ってくれたんですよ。むちゃくちゃ美味しくて、なんかもしかしたらどうなんだろう、その毛ガニとかイクラは扱ってないの、でも宮越漁業という形で、あの、インターネットにね、載っているぐらいなんで、もしかしたらちょっと電話して、うん、あの、聞いてみてください。品物としたら下手なところで頼むよりも間違いないと思いますから、私ビットマン TV が宮越さんから送ってくれて、味もちゃんと確認しましたので、もしよろしければ今年の冬ね、うん、冬、うん、やっぱりこうね、北海道中ものはですよ、美味しいものがたくさんある。もうね、美味しいものの候補、冬と言ったら北海道でしょ、やっぱりね。こういったね、時期に、そういった時期に、うん、本当に、お取り寄せでね、頼む方もいると思うんですけども、どこにしようかなって、今日ほら、悩んだりする人もいると思うんですよ。こう、いろんな口コミを見たりとかね、して。うん。だけれども、さっきも言ったみたいに、ビットマン TV がね、実際問題頼んで、ものすごく良かったんで、そこだけはね、お伝えさせてください。まあね、本当宮越さんも昔からの、
あの、視聴者様なんですよ。視聴者様でいらっしゃいまして、やっぱりこうね、ご自分で撮っているもの、うん、やっぱり扱っているものがものすごく自信があるもの、だからこそね、ビットマン TV の方に、冬です、去年です、送ってくれたんじゃないかなっていうふうに思いますし、食べてみてやっぱり間違いないよねって思いましたので、はっきり言いますけれども、おすすめでございますから、インターネットでね、宮古市漁業を北海道という形で調べれば、おそらく普通に出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。結構個人でやっているところだと思いますので、電話番号とかも確か載ってたかな。だからもしよろしければね、ビットマン TV を聞いて、電話してるんですけどっていう風に言っていただけたら、私ビットマン TV も嬉しいですし、宮越さんもね、ビットマン TV を聞いて、やっぱこう注文ねしてくれる方いたらやっぱ嬉しいと思いますので、もしよろしければね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも、やっぱりね、こういった寒い時期、冬の時期っていうのは、美味しいものをね、たらふく食べて、お腹いっぱい食べてね、心、身もね、体もあったかくしていきましょう。寒いね、冬をやっぱり乗り越えていきましょう。仮想通貨業界もウィンターでございますけれども、ここもね、気合バリバリで乗り切っていきましょう。よろしくお願いいたします。まあね、とにもかくにも、レトルト部、レトルト、名前は変えるかもしれませんけれども、ちょっとこうね、レトルトカレーの王様を決めていきたいなと、私が知りうる、今ある限りのね、王様をちょっと決めていきたいな、1、2、3位ぐらいで、私、ビットマン TV の、この超えまくっている下で決めていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。あとで、ツイッターの方で今気に入っているものを載せますからね、見てみてください。よろしくお願いいたします。めっちゃ美味しいですよ。めっちゃおすすめでございますから、よろしくお願いいたします。では行きましょう、行きましょう。元の路線に戻していきますよ。今日の内容、14ニュースがまずお一つ目ございます。こちら。あまりね、やっぱり土曜日だから入ってきていない。明日もあんまり入ってきてないかなという感じがしますけれども、一応これ、何日か前にね、ニュースに上がってきておりまして、見ておきましょう。巨額流出のね、マンゴーマーケット。ハッカーに70億円のバウンティーを支払うんじゃないかということで、まあ、和解案みたいな形でございましょうか。見ておきましょう。はい。残りの996億円分資産は返却なるかと、どういったことか。12日、だからちょうど3日前ですよね。160億円相当の資産が不正流出したソラナ基盤の人気、デリバティブ取引所、マンゴーマーケットで、MNGO、まあ、マンゴートークンですよね。マンゴートークン保有者コミュニティは、ハッカーに大部分の資産をね、返却してもらうよう提案を検討していると。で、マンゴーマーケットチーム側が提出した提案で、ハッカーには抜き取られた160億円のうちの70億円をバグバウンティーとして支払うと。で、残りの96億円じゃないですか。これ間違えてますよね。96億円分の資産は返却してもらう形になるということでございますね。なんか、こう、あれですか、ビットコインであるとか、USDT であるとか、ああいったものをがってことでしょうか。抜き取られたものでいいんですかね。おそらくだと思います。はい。で、現時点では、賛成票の数が可決のための、行き地には、すでに達していると。で、なお、マンゴーマーケットはプロジェクトの資金を使って、多額のね、不良債権をカバーする予定であると。で、仮に70億円のバグバウンティーが、受け入れられれば、仮想通貨市場最大のバグバウンティー金額になると、ザ・ブロックリサーチは、指摘をしたということですね。で、マンゴーマーケットは12日、マンゴートークンへの価格操作への攻撃をね、受け、ハッカーから160億円相当の流動性が、流出していたということですね。で、その後、FTX のサム CEO は攻撃を分析し、なんか3つの、書いてますね。マンゴーマーケットのリスクエンジンの保護などに関する3つの脆弱性を取り上げて説明をしましたよということですね。で、まあ、かなりの巨額流出になったということで、で、これね、一応、私、ビットマン TV が普段使っている、取引所の中で、一つだけ扱いがありました。マンゴーの、このマンゴートークンというもの。この、gate.io。うん。ゲートにマンゴー、テザー建てのマンゴーが取り扱われているような状況になっておりましたから、もし気になる方ね、これね、どうなんでしょう。まあ、人気のね、デリバティブ取引所というふうに書いてますから、まあね、問題が解決していったら価格がね、やっぱ上がってくる可能性の問題ですよ。可能性があるかもしれない。で、それこそ4日前には、ここね、見ていただいたらわかるように、冷やし、後で、チャートでも見ておきましょうね。トレーディングビューで落としましたから、それでも見ていきたいなというふうに思うんですけども、0.016 ドルから、今 0.025 ドルぐらいまで回復はしてきましたから、結構ね、これね、どうでしょう。いい方向に話が流れてくればね、もしかしたら価格がちょっとクッと、回復してくる可能性がある。もともとものすごく横ばい推移、0.04 ドルぐらいで、横ばい推移をしていたような形になっておりましたから、もしかしたらね、今からどうでしょう。まあ、2倍とはいかずに 1.5 倍ぐらい回復してくる可能性もあるなと思って、まあ、期待感を込めてね、一応私、ビットマン TV は、この、ゲートさんね、昔は、日本の方がね、FX 関係できなかったんですよ。先物関係できないっていう風に言われてたんですけど、一応今ね、できるような状況になってましたから、ビットマン TV も FX で入りました。ぶっちゃけた話、どうなるかわからないけれども、まあ、ちょっと余剰資金で、ちょっとギャンブルチックですけれども、余剰資金でゲート .io の方で、先物、テザー建てのマンゴー、ちょっと仕込みましたから、これうまく回復してくればね、1.5 倍ぐらいに資金、元の値打ちに戻るだけで 1.5 倍ぐらいになるんじゃないかな、いいなーっていう風に思ったんで、ちょっと今やっているところ、まあ
どうなるかはわかりませんけども、一応参考程度ね、聞いてみてください。あまり本ぶち込みは、もしやる方はやめましょうね。うん。何べんも言いますけども、ちょっとギャンブル性が高いと思いますから、どうなるかはわかりませんので。うん。だから一応そういった、ことが覚悟できる方であれば、一つゲート .io でね、やっているので、やってみてもいいかもしれません。やっぱこういった問題が出てきて、解決してきた時の解決、わかりますよね。解決してきた時の価格のね、戻りっていうのは、やっぱりこう、期待をしていきたいところでございます。まあね、ルナみたいな形になってしまうと、これもどうしようもないわけでございますけれども、まあ、このマンゴーね、どうなるか。まあ、そもそもマンゴートークンというものが、どうのこうのっていうわけではないと思いますので、まあそのね、デリバティブ取引所で流出したもの、そこがうまいこと解決していけばね、価格が持ち上がってくる可能性もありますから、気になる方はやってみてもいいかもしれません。はい、普段ね、ビットマン TV が使っているところが、バイナンス、ここには載ってないんですけどね、携帯の方で、今これタブレットですから、入れてないんですけども、普通にスマートフォンとかパソコンの方では、やってます。バイナンスさん、ビットゲットさん、そして、バイビットさんで、今さっき言ったマンゴートークンを扱っているゲート .io ですね。で、あとは、ごめんなさいね。見ます。ちょっとごめんなさい。何だったかな。普段使っているところ。あとは、ビットル。あとは、OKX さん。で、あと一つね、これ、絡みがありまして、もう一つ取り調あるんですよ。最近、使い始めたところ。うん、アカウントを作成したところがありますから、これは、おいおいね、皆様のもとに、まあ、動画として作成はしていこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。もう一つだけありますね。OKX さんは、もうあんまり使ってないかな、ビットマン TV は。うん。OKX さんはあんまり使ってないような状況でございます。主にメインとして使っているのは、もうここに、それこそタブレットで見ることも多いので、ビットゲットさん、バイビットさん、あとはゲート .io ですね。で、さっき言った新しくアカウントを作ったところは、ちょこちょこ使ってるかなという感じ。うん。メインは結構今、この3つでございます。で、やっぱりね、今回のこのマンゴートークを見たときに、ですよね。うん。やっぱり、ゲートさんの、やっぱりこの、なんていうんですか、通貨数の多さは、やっぱりすごいなと思いましたよ。うん。ゲート .io 多いなと思いましたから、もしね、ゲート .io を、まあ、持っていない方がいるんであれば、これ一つね、ぶっちゃけ男子おすすめでございます。特に現物を、より多くね、取引する方は、ゲート .io さんは、作っておいても間違いなく損はないんじゃないかな、というふうに思いますので、これは一つね、ありかなと。で、あとは、FX 関係ね、先物関係をやる方は、ビットゲットさんと、あとはバイビットさんかな。うん。ビットゲットさんは最近もかなり使いやすくなってますよね、もうね。ビットゲットさんとバイビットさん。うん。現物も豊富ですし、先物も結構、かなり豊富でございますから、この二つと、あとは、現物であれば、ゲート .io、持っておいてもいいかな、というふうに思っておりますので、あちら。ビットマン TV のね、動画の説明欄の方に、リンク貼っております。はい。これはね、もう前々から言っておりますけれども、YouTube 自体はね、もう完全無料で、いろんなものをね、皆様と共有できる情報を、発信していこうかなというふうに思いますから、YouTube の方はね、ずっと、ね、ただでね、仮想通貨の方はやらさせていただいております。まあ、その代わりと言っちゃなんでございますけども、まあ、おしゃべりチンという形でね、一応今、あちらですよ、動画の説明欄に載っている、普段ビットマン TV が使っている、取引所、全部アフィリエイトリンクでございます。まあ、隠してもね、分かりきっているところだと思いますから、皆様いい大人様でございますので、一応アフィリエイトリンクという形で、まあ、おしゃべりチンという形で、もしよろしければ、分かったと、ビットマン TV のね、リンク、使ってアカウント作っちゃうぜという方がいるんであれば、ものすごく嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、どうでしょうね、そういったね、アフィリエイトリンクを、こう、使うのが嫌だっていう方も、もしかしたらいるかもしれませんけども、これ、考えようによっちゃですよ。結構、どうでしょう。アフィリエイトリンクを使っていただいた方にとっても結構メリットがあるところも、ぶっちゃけ男子ありますもんね。だから、取引手数料が、オフになるとか。例えば、ビットゲットさんとかであれば、ビットマン TV のね、リンクをご活用いただいて、アフィリエイトリンクなんですけども、アカウントを作成していただいた方は、先物の取引手数料が 30% オフになるような状況です。普通は 15% オフなんですよ。それが、特別に 30% オフになったりしますので、そういった絡みもありますから、やっぱりこう、どうでしょうね。なんかこうね、使うのも嫌だよっていう方もいるかもしれませんけども、まあ、もしよろしければね、使っていただけたら、皆様にとってもまあ得な部分も少なからずあるところはあるかなというふうには思いますので、あまり毛入れらずにね、ぜひともアフィでございます。アフィリエイトリンクでございますけど、よろしくお願いいたします。おしゃべりチンとして、このね、おしゃべりおじさんの お付き合いのほどね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まああまりしつこくなってもね、あれでございますから、ここら辺で留めておきましょう。よろしくお願いいたします。まあ先ほども言いましたように、ゲート .io でしか普段使っているところ、ビットマン TV が使っているところではマンゴートークンなかったので、これはね、一つおすすめ。取引現物通貨数ものすごく多いし、先物も今はもうできるようになってますから、これは一つね、おすすめでございますので、よろしくお願いいたします。動画の説明欄の方に、パチッと貼っておきますので、ぜひもご活用なさってみてください。はい、それでは本日のご案内、そして重要ニュースは以上となります。そして行きましょう。本日のチャートまでーす。パパブーパパブーパパブーパワー、よろしくお願いいたします。お願いいたします。と、一旦その前に時飛ばし。
はい、それでは再開をしていきたいと思います。チャート分析ですけれども、ビットコイン、イーサリアム、まあビットコインがねちょっとまあ落ちてきております。私ビットマン TV はショートにもね、まあツイッターの方で情報も流しましたけれども、あ、しているような状況でございます。ちょっと利確は、全利確はしていないですけれども、ちょこちょこね、利益確定をして取っているような状況でございます。まあ、ビットコイン、そういったビットコインね。あとはイーサリアムで、3度見ていきましょう、3度。うん。そして、エーダコイン。エーダコインがね、やっちまいましたね、エーダコイン。はい。そして最後締めくるのは、先ほどニュースでも上がってきておりました、マンゴートークをね、見ていきたいというふうに思いますので、皆様、土曜日のビットマン TV のチャート分析、ぜひとも、ぜひとも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 楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッゴー。お願いいたします。お願いいたします。では、行きましょう。行っちゃいましょう。まずは、下詰めはこちら、バチッとな。行きまーす。ビットコインですね。見ていきまーす。ちょっと雲がね、見にくいので、消しときましょう。ビットコインなんでございますけれども、ごめんなさいね。ただいまの価格が19,166ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、昨日だったかな?もう動画の中で言ったと思いますけれども、依然としてね、やっぱりこうアメリカの方で CPI の発表がありまして、なんだかんだ言って予想値よりも高かったと。うん、ですから、12月以降のね、利上げペースを緩めるという話が、まあ言っちゃうと立ち消えにはなってるんじゃないかなという形。0.75% 利上げ、もしくはもう 0.5% じゃなくて 1% 利上げ、もう少しずつもしかしたら織り込まれていく可能性がありますから、そういったところを加味するならば、やっぱこの状況ね、だからビットコインのこの下げ基調の状況を一変させるっていうのは、やっぱりその一つ、利上げペースを緩めていくという、ニュースが流れてきてからゴーっていう形もあります、あると思いますので、やっぱそこはね、しっかりと注意しておきましょう。別に、今回ね、ぐっと、まあ、言っちゃったほら、ね、CPI の発表後に、一気にガーンと18,200ドルぐらいまで下がっていって、そこから全戻しして2万ドル近くまで一気に急騰していきましたけれども、またそのね、金額をね、打ち消すような形で、ずる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 落ちてきておりますから、別にトレンド転換をしていった上げとかではないと思うので、そういったところはね、一つ全体の相場感としてはやっぱ注意しておかないといけないかなというのを思います。で、実際チャートをね、まあ、詳しく見ていきますけども、日足でございます。こちら。はい。ただいま、さっき言った金額付近でうろうろしているんですけども、昨日ですね、どれくらいまでいったかな ?2 万ドル付近まで上がっていって、もう昨日のうちに、やっぱり売り圧かかって全戻ししてきましたね。で、その流れの中で一旦ね、三角持ち合いチックな、形で、高値切り下げ、安値切り上げの三角持ち合いを作っていたんですけど、そのサポートラインすらももう一回割れ込んだ状況、で、昨日閉じてまた今日またずるっと落ちてきておりますから、やっぱこれはね、上がってきた時の言っちゃうとね、弱気派の方々がやっぱりこう主導権をまあ当然握っているのかなという形。 RSI 値的に見るとちょっとごめんなさいね、 RSI 値的に見るとどうでございましょうか。 44.8、 まあ中央値ぐらい、50付近をうろうろしておりますから、まあ弱気派も強気派も、どっちもね優位性がないところでございますけども、ちょっと弱気派が優勢的な形になっております。だから上がってきた時の売り圧かかってまたずるっと落ちてくるっていう可能性はこれは またありますので、注意はしておきましょう。よろしくお願いいたします。で、あとは、雲もね、もう一回表示しておきますけれども、こういった形、ちょっとね、こう、アップで見ていきましょうよ。まずは、直近でね、高値を結んだラインすらも超えていっていない。だから、ポイントとなるのは19,800ドルを超えた状況で、言っちゃうと足を確定できるかどうか。だけれども、その直上にね、ここ、引き目で見たらわかるかなと思いますけれども、史上最高値から引っ張った右下がりのトレンド、黒いラインがあるんですよ。頭を押さえつけているラインがありますから、どうしてもここでの抵抗にやっぱり合うでしょう。そうなると、19,800を抜けていったとしても2万と、今の値値でいけば2万200ドル付近で、さらにその直上に日足雲の弱気雲の形があります。2500ドル付近、これがやっぱり邪魔になるかなと思いますので、少なくともね、ちょっと様相が良くなってきたんじゃないかって思えるラインは、ちょっとですよ、ちょっと様相が良くなってきたんじゃないかって思えるラインは2500ドル超えでの日足確定をしてくれれば、上に21800ドル付近まで上がってこれるような状況にはなってくるかなと。ただまたこの21800ドルないしは直近の高値22700ドル付近ですよね。この辺りでもやっぱり抵抗に合う可能性が当然これありますので、まだまだ上値は重い。うん。そういったところを加味するならば、やっぱり相場。まあ、これは前から言ってますけども、まあ、少なくとも日足のね、弱気雲を突破していく。21,800ドルを超えていけば、ちょっと相場感は良くなってくる。ただ、直近高値の22,700ドルでどういった攻防があるのか、やっぱり弱気派はね、ここを完全に守っていきたいなと思うでしょうから、売り圧はどう考えたってかかってくるでしょう。それを加味するならば、21,800を超えて、ロングインをして22,700での手締まい。そして、次、23,200。これを超えていった後のロングインで25,000ドル。その前の段階ね、いわゆる、右下がりの直近でのトレンドライン、高値を結んだラインを作っている起点となる場所ですよね。言っちゃうと、どうでしょうか?年初からの、ですかね、年初、
年初からの、高値、年初からの高値でいいんでしょうか、6月半ばあたりからの、つけてきた、8月15日あたりね、夏真っ只中につけてきた高値が2万5000ドルなんですよ。この時はね、一気にこう、出していったんじゃないかというふうに思ったわけでございますけれども、雲のね、上端地で押されてまたずらっと落ちてきましたから、やっぱりこの2万5000ドルっていうところが、やっぱりもう一つ壁になってくるでしょうから、いいですか？戦略としたら、2万500ドルを超えていってからのロングインで、2万1800での手締まい。で、2万1800を明確に抜けてきてからの2万2700での手締まい。そして次ちょっと間が空きますけれども、2万3200を超えていってからの2万5000ドル手締まい。という形でやっていくのがいいかなと。で、そこまでなんだかんだ言ってぐーっと上がってきていたら、日足の長期もダリーと垂れ下がってきてると思いますから、次2万5000を超えていけば、3000ドル幅ぐらいでの上が目指せていけるかなと。2万8600ドルっていうのが、これはまたまたね、次の大きな壁になるでしょうから、いいですか？これは一旦、覚えてらっしゃいますかね、大幅下落を起こす前の段階で、ディセンディングトライアングルを作っていた時の底値ラインです。28,600ドル、これね、割れるか割れないかってものすごくね注目されてたじゃないですか。ほら、この大きな相場が来た時の大幅下落を起こした時の言っちゃうと、サポートライン、そして機能バッチバチにしていたライン、ここを割れ込むとまずいよねって言ってて、割れ込んで今の相場が始まっていったような形になってましたから、やっぱり28,600ドルはものすごくね大きな壁になってくるでしょう。 OK でございましょうか。だから、ここでのね手締まいっていうのは一つね戦略としてはありかなというふうには思っている次第でございます。まあまだ上、時間がねかかると思いますから、直近の話で言うならば、2万500ドル付近を抜けた後のロングインで、1,200〜1,300ドルぐらいの、利益をねロングで取っていくっていうのは一つ戦略としてはありでしょう。で、それまでだから2万500ドルを抜けるまではある程度ショートの積み上げとして下落を狙っていくっていうのは、今の戦略、別に様相が良くなってきてるわけではないので、今の戦略としては優位性がねやっぱりあるんじゃないかなというふうに思いますから、一つショートポイント、ショートのエントリーポイントとしたら19,400 ドル付近かな、400ドル付近、そして19,800ドル、そして、2万と500ドル付近、この3つが一つね、2万500ドルちょっと手前ぐらい、この3つが一つねショートインの重要値位置かなというふうに思いますから、2万500を抜けていくと様子がちょっとだけ良くなってきますから、損失をあまり抱えたくない方はショートインをしてね、損失を抱えたくない方は損切りをしっかりねラインとして、まあちょっと余力を持たして2万と700ドル付近とかね、そういった形で、余力を持たして損切りラインを設定しておくべきかなというふうに思います。で、下に落ちてくるんであれば、やっぱりこのね、昨日一昨日つけていたこの下髭ピョーンの長さが、やっぱこれはね、強気派の方々がやっぱり守りたいラインとして意識されるでしょうから、18,200ドル、ここでの一つね、利益確定、ショートインをした方はですよ、利益確定っていうのはやっぱり当然考えていくべきところかなと。で、あともう一つは、19,000ドルぐらいかな、19,000ドルぐらいもある程度ほら実体部分として、つけているサポートとして意識はされるかなと思います。ある程度切り板付近ですからね、19,000ドル付近も一つ、利益をまあ、ちょっと取っていくね、ラインとして意識しておいていいでしょう。だから、まあ、ビットバン TV は19,000ドルでの利益確定。まあ、その前にね、今もちょこちょこしてるんですけども、まあ、近いですから、やっぱり利益は少しでも取っておこうかなと思ってるタイプの人間でございますから、今もちょこちょこしてるんですけども、一応19,000ドルでの利益確定。そして、割れ込んだ後の18,200ドル、での利益確定かな。これは差し値を置いているような状況でございますので、まあ、一応参考程度にね、捉えておいてください。よろしくお願いします。逆に、ここまで下がってきたら、18,200ドルから、年初来安値の17,600ドルまで下がってきたら、逆に反転ロングで入って反発狙いでね上昇をちょっと取っていこうかなというふうに思っている次第でございます。17,600ドルでロングインするんですけど、17,500ドル、やっぱり年初来安値を割れ込んでしまったら、明確に割れ込んでしまったらもう16,000ドルぐらいまで落ちてくる可能性がこれありますので、やっぱり損切りはねしっかりそこは設定をして、ロングポジションを取っていくという形で今考えておる次第でございます。よろしくお願いいたします。悩んでいる方は今言った話ちょっと繰り返し聞いてみて、一応ショートポジションの方がまだ今優位性があるよと。ただ、今から握るのはちょっとやめた方がいいかも。やっぱ上がってきてからショートインしていくっていうのがいいですから、OK ですか？ですから今から握るのはちょっとね、もしかしたら危ないかもしれませんので、上がってきた時の、今さっき言った値位置でのショートイン。で、このままズルズルと落ちてくるんであれば、逆にロングインを考えていく。18,200、そして17,600ドルでの、反発狙いのロングインは一つね、おすすめでございますので、よろしくお願いします。ロングインするんであっても、損切り、そして利益確定。ここの値位置はしっかりとね、設定をしていきましょうということで、お願いいたします。はい、そしたら次行きましょう。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングならイーサリアムクイーンでございます。キモよろしくお願いいたします。お願いいたします。行きまーす。はーい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が1280ドル付近をね推移しているような状況。またまた
この年一にね、戻ってくるというか、またまたこの年一でうろうろしだしましたよね、ということでございますね。まあ、ちょっとアップで見ておきましょう。冷やしレベルでございますね。うん。下落の平行チャンネル内を一応この1280ドルが横断していて、現物買いポイントとしてはね、一つやっぱり何遍も言ってるんですけども、いい場所ですよ。あとは、まあ、どうでございましょうかね。この年一をね、なんとか守り抜いて、うん。ビットコインがね、昨日、一昨日落ちてきてたんですけども、実体部分でなんとかやっぱりほら、見てください。守り抜いているラインとして、かなり意識されてますから、まあどうですかね。ビットコインがね、今から落ちてくるんであれば、やっぱり、イーサレムに関しても、一つ、ここ、コロナ期から引かれているサポートラインの1100ドル。ないしは、下落の平行チャンネルの加担値。はい。もう1000ドルちょうどですね。このあたりをめがけて落ちてくる可能性があります。ビットコインが落ちてくるんであれば。だけれども、ビットコインがね、落ちてきても、一回そこからほら、さっき言った値位置で反発してきて上にグレーと上がってくるんであれば、やっぱりなんだかんだ言って実体部分として守ってくる可能性もありますから、今の値位置は、まあ昨日おとといのね、この下髭ぴょんで実体部分をこの1280ドル以上で残しているところを加味するならば、やっぱり強気派が確実に守りたいラインとして意識はされているでしょう。それを加味するならば、ちょっとロングインもありかなと思います。FX 関係も。うん。ちょっとしたロングインね。まあ、でもビットコインはさっき言ったように落ちてこないとも言えないので、それよりも、まあ、どうでしょうかね。現物であれば、ほら、ね、強制、まあ、ロスカット関係ですよ。そういったことは考えなくていいので、現物の方がある程度メンタル的にはね、おすすめかなと思います。現物の方が。やっぱ FX だとどうしても持っているテザーとかをね、やっぱほら、わかりますよね。損切りした時に目減りしてしまうので、ちょっとメンタル的に痛いと。そういう方は現物を買っていった方がいいかなと。現物であれば別になくなるわけではないので、落ちてきた時に逆に、この1280ドルを現物購入の起点ラインとして落ちてきた時には買い増しで1100ドルとか1000ドル付近で買い増しをね、していくっていう話で見ていけば、落ちてきてもある程度楽しめていけるような、相場になるんじゃないかなというふうに思う。うん。だから FX で入ると落ちてきた時にね、やっぱこう嫌な気持ちになると思いますので、おすすめは現物。ただこの値位置がやっぱり硬くて、ちょっと勝負してみたいなって思う方。だけれども、小幅ですよね。取っていくんであれば小幅かなと思いますけども、どれぐらいの小幅か。安値は、ごめんなさい、一定値、高に切り下げているので、まあ、かなり小幅ですよ。かなり小幅。こういった形から、まあ、もう小幅も小幅ですよね。利益確定ポイント1320とか30ドル付近。抜けていけばちょっと強さが出てきて、1420ドルぐらいまで、ぐぐっと持ち上がってくる可能性がありますから、戦略としたら、どうでしょう。今ぐらいから握って、まあ、リセトラですからね、普通は抜けていってから、だから1320ドルぐらい、抜けていってから1420ドルぐらいから30ドルぐらいを狙っていく形がいいかなと思いますけども、もう、今ぐらいからちょっとね、入ってみたいなと思う方は、ちょっと、ポジションを取って、抜けていってからちょっと追い欲をしてみる。ちょっと利益確定をしてもいいけれども、まあ、追い欲をして、1430ドルぐらい狙っていくような形でやっていってもいいかもしれません。よろしくお願いいたします。まあ一つはね、どうでしょう。戦略としてはいろいろ考えられますけれども、まあこういった形でもいいですよ。今ぐらいからロングインして1320から30ドルぐらいで、ちょっと利益確定していく。で、もしこれを実態として抜けていって、足場をこの右下がりのトレンド上で固めていっているならば、もう一回追い欲をして、1430ドルぐらい狙っていく。ここでの攻防っていうのがやっぱあると思いますので、このね、1320から30ドルぐらいでの攻防があると思いますから、やっぱり利益確定はね、ちょっとでもしていくっていうのは重要なことでしょう。抜けていってからもう一回ね、追い欲するなりしていけばいいかなというふうに思いますので、ロングインでもし入っていくならば、その戦略はね、一つあり。で、あと、損切りに関しては、もうどうでしょう、損失を抱えたくない方は、このね、おとといつけてきた加担値、まあ、1190ドルあたりを、実体部分として割れ込むと、1190ドルを割れ込むと、やっぱりこの右上がりのライン、1100ドルぐらいまでね、落ちてくる可能性、これありますから、損切りラインは1190ドル割れから、損切りをちょっと考えていくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。長めに持てる方、もしくは玉量が少ない方は、この下落の平行チャンネルの下に割れ込むまで、ちょっと待ってみるという形でもいいかもしれません。まあ、とにもかくにもまだまだね、下落の平行チャンネル内を推移している。相場感が良くなってくるのは、1700ドルを超えてからか、超えてから、ある程度良くなってくるかな、というふうに思いますので、そこも合わせてね、押さえておいてください。はい、で、次行きましょう。次はこちら、行きます。行っちゃいます。まあ、なかなかね、難しいところですよ。うん、なかなか難しいところ、簡単ではないですからね、当然ね。ただ、こういった相場でも、まあ、FX とかであればね、ショートも仕掛けられますし、ある程度玉量も自分で調整していく。2倍から3倍ぐらい。うん、やっぱりここ、まあ、言っても3倍ぐらいかな。2、3倍ぐらいで、やっていけばね、そこまで危険な、ものではないかなってビットマン TV も当然これ思ってますから、無理な取引はせずにレバレッジは 2,3 倍ぐらいで抑えて、話をね進めていきましょう。利益確定、そして損切りラインをしっかり設定していくべきでしょうからね。ここも合わせて押さえておいてください。はい、で次行きます。次はこちら行きます。行っちゃいます。皆様の大好きなアリツのお時間でございます。私も大好きでございます。
お願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はーい、3ドルでございますけれども、ただいまの価格が 0.76 ドル付近をね推移しているような状況でございます。広い範囲で見ると、はい、日足軸で見ると、今、この3ドルに関しては大きなねレンジ相場を作っているような状況。下端値はこの赤いラインの 0.715 ドル付近で、上端値は 1.48 ドル付近ですから、かなり広いですけれども、やっぱりレンジをね作っているような今状況。上がってきたとしても壁は雲もありますし、レンジの上端値もありますから、もしね大きな動きが出てきたときは 1.47 から48ドル付近でのショートインはおすすめ。まあ FX 関係ですね、売りはおすすめでございます。で、逆に今はね広い時間軸で見るならばレンジの下端値付近にいますから、ロングインをねしてもいいかなっていう感じですけれども、やっぱりこれはビットコインの様子も見ながらね入っていくべきかなと。ちょっと安心した取引をしたいんであれば、どうでしょう、下落の平行チャンネルを今作っているような状況です。で、この下落の平行チャンネルの真上に中期もありますし、雲の下端値もありますから、安心したいんであれば雲の中に突入してきてから、どうでしょう、 0.9 ドルぐらいから 1.1 ドルぐらい、だから1枚あたり、0.2 ドルぐらい、だから30円ぐらいの利益が取れるようなフェーズが雲中突入してくればね入ってくるんじゃないかなと思いますから、この中をねある程度取っていってもいいかもしれません。だからもし安心した取引をしたいんであれば、雲中突入してから入っていく、 0.9 ドルあたりを超えていってから、FX 関係は入っていくのがいいかなというふうに思いますから、一つ注意をしておきましょう。注目をしておきましょう。で、直近で言うならば4時間足見ていきますよ。時間軸落とします。はい、見てくださいよ、下落の平行チャンネルがバッチバチに意識されてましたね。見てください。はい、下落の平行チャンネルの右下がりのサポートラインをしっかりと守ってガリーと反発してきました。ですから前々からビットマン TV を見ていただいた方で、下落の平行チャンネル引っ張っていた方で 0.7 ドルで差し値を置いていた方は、今ねいい形で反発を取れているんじゃないかなというふうに思う。うん、現物であっても FX であっても反発をパリーと取っているんじゃないかなと思いますから、利益をね、確定していく。うん、まあどうでしょう、今4時間足レベルで短期の移動平均線、この青いラインですよ、青いライン上にいますから、これを割れ込んでしまうと、もう一回 0.7 1.4 ドルぐらいまで落ちてくる可能性がありますから、これを割れ込むまでは持っておく。上端値は、やっぱりここのね、直近高値の 0.8 ドル。うん。ここね、一回ほら、ビットコインも回復してきて、3度もね、アルトコインもそこに釣られて回復してきたんですよ。0.8 ドルっていうところが、関の山でございました。4時間の中期もありますから、0.8 ドルでのリグイっていうのは一つありでしょう。だからまあ短期的に 0.7 ドルで掴めた方は、0.8 ドルを利益確定のある程度上端値として見ていくっていうのがいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。で、上がってきた際は、まだ下落の平行チャンネルですから 0.85 ドルあたりでのショートインはね、 FX 関係ですよ、ショートインは一つおすすめだけれども、さっき言った下落の平行チャンネルを上にブレイクしていったら損切りをしていくべきで、逆に損切りをして 0.9 ドルを超えていったらロングに持ち替えて 1.1 ドルを狙っていくっていう、この戦略がね一つハマっていくんじゃないかなというふうに思いますので、そこも合わせて意識をしておいてください。サンドがちょっとしたね、チャンス、通貨になりましたね、おめで取れた方はおめでとうございます。 0.7 ドルで差し値を入れていた方はおめでとうございます。はい、で次行きましょう、次行きましょう。次はエーダコインですね、行きまーす。はい、もう最悪ですね、いきまーす。何がか、エーダコインなんですけども、ただいまの価格 0.36 ドル付近、いいんです、いいんです、はい、いいんです、もう全然 OK、 オール OK、 何が OK なのか、下がってきて OK なの、 OK なんですよ。だからもう何遍も言ったでしょ、こういった時に仕込めないとダメダメダメ、もうマジでダメ、うん、下がってきている時こそ仕込み場なんですよ。いいですか、上がり出してから仕込んだって、まあ、ダメとは言わないけれども、やっぱり悔しさもあるじゃないですか。やっぱり落ちてきている時にいかにねずーっと溜め込んでいけるかっていうのが後々ですよ皆様、後々の爆発につながっていくわけでございますから、こういったねチャートも大歓迎として、よだれダラダラでしょ、見てください。はい、日足で見ていきましょうよ。アセンディングと、間違えました、ディセンディングトライアングルを作成しておりました。はい、6月ぐらいから5月ぐらいですね、ディセンディングトライアングル、高値切り下げ安値が 0.4 26ドル付近で一定値支えられていたんですよ。これを割れ込んでしまいました。 OK ですか、 ですから前から言ってましたよね、現物を購入してもいい値打ちなんじゃないんですかと、ここで割れ込んでしまいました。で、これはねちょっと持ちこたえて上に上がってくれるかなっていう、まあ淡い期待もあったんですけども、割れてしまったと。で、言ってましたよね、フルブチ組みはやめましょうと。だからフルブチ組みもしていないってことは、エーダコインに入れる資金をまだ持っているっていうこととイコールですから、そういった方々はよだれダラダラでしょ。だって今から買い増しして薄められる、枚数を集めていける、平均取得単価下げられるチャンスとして捉えないといけないんです、こういう時は。だから OK ですか、今から落ちてくる目標値は 0.3 ドル、 0.3 ドル、はい、これがあります。で、引き目で見たらね 0.3 ドルなんだなと思う方もいるかもしれませんけども、ここです。
大きな、いいですか、大相場が始まった時の起点と言っちゃうとなる場所なんですよ。サポートとしてバッチンバチに効いてたんですよ。起点となる場所でございますから、サポートとしてのね。だから次は 0.3 ドルをやっぱり強気派の方々が守っていくという動きがやっぱどう考えたって出てくるでしょう。それを加味するならば 0.3 ドルでの現物購入をね、一つおすすめでございますので意識はしておいてください。チャンスです。下落はチャンスです。ございますよ。別にこれ私ビットマン TV で無理くりしてテンション上げてるわけじゃないですからね。こういった時に仕込まずいつ仕込むのということでございますから、よろしくお願いいたします。短期 FX の方はまだ今はロングインしちゃダメですよ。ダメですよ。いいですか。落ちてこないとも言えないので、落ちてきた時の 0.3 ドル反発狙いは一つありでしょうから、 FX でロングインをしていくならば 0.3 ドル付近がねおすすめでございますので、よろしくお願いいたします。まあ下のね、あの DMI というもの、まあこれね気になった方もいるかもしれませんけれども、 DMI というものがあります。まあちょっと、まあ、言っておきましょうか、軽めに。この紫のラインがね、トレンドが作られているかどうかの指標になるライン。で、赤いラインが、言っちゃうと、緑のライン。まあ、あの、色を変えてます。赤いラインと緑のラインがあると思うんですよ。一番下の DMI というもの。うん。赤いラインが、緑のラインよりも上にある状況であれば、弱気の相場が、の意識が強いと。で、緑のラインが赤のラインよりも上にあるときは強気相場の意識が強いと。で、紫のラインがトレンドの強さを表しております。ですから、今ね、赤いラインが上にあって、緑のラインが下にあるじゃないですか。だから、弱気相場の意識が強い。もう明らかですよね。だって下がってきておりますから。で、紫のラインが右上がりにぐーっと上がってきてるでしょ。ぐーっと上がってきてるということは、トレンドが、だから弱気相場のトレンドの意識がかなり強いというような状況になってますから、まだこれはね、落ちてくる可能性もある。ただし、今いろんなものをね、併合して融合して見ていかないといけないので、RSI 値を見ると、売られすぎの領域にあるんですよ。だから、ちょっとしたね、調整での持ち上がりがあるかもしれないので、そういったところも総合的に見ていきましょうということですね。だから、まあトレンドの流れとしては当然今の感じでいくならば、弱気相場のトレンドが徐々に強くなりつつはあるんだけれども、ちょっと持ち上がってくる可能性もね、RSI 値を見るとあるかもねっていうのは意識しておいてください。よろしくお願いいたします。で、例えばこのね、DMI というものが、もう横ばいでうようよと密集した状態でうようよってなるときは、言っちゃうと、まああれですよ、レンジ的なね、ものもどっちつかずのような状況でございます。だから、これが、いいですか？それぞれの3本のラインが、離れ出したとき、乖離しだしたときに、離れ出したときに、トレンドがね、発生してくるというサインの初動になりますから、一応 DMI っていうものをね、覚えておいて損はないかなというふうに思いますから、一応このエーダコインで言っておきました。いろいろね、調べていくのはいいかもしれません。いろんな通貨をちょっと見ていくのはいいかもしれません。よろしくお願いします。今は、弱気相場のトレンドがね、発生してきている、強くなりかけているよというところ、ただ RSI 値があるので、裏べすぎの領域にいる。ちょっとした、持ち上がりがあるかもしれないよっていうのはね、押さえておいてください。まあ、なかなか難しいですよね。総合的に見ていく。いろんなデータの相性っていうのは、やっぱありますからね。まあ、だからほら、トレンドフォロー系であるとか、まあ、なんていうか、オシレーター系とか、まあ、いろいろデータ、指標となるものはありますけれども、その組み合わせの相性っていうものもありますから、そういったものを自分でね、調べて発見していくっていうのも面白いかもしれません。まあ、MACD とかね、RSI とか、やっぱ移動平均線とか、雲とか、うん、こういったものはまあ、有名なものでございますけども、それ以外にも、まあ、たくさんあるわけでございますよ。うん、そういったところをいろいろね、こう、暇な時に調べてみてもね、いいかもしれません。よろしくお願いします。まあ、勉強ね、してみましょうということでございます。まあ、DMI というのはそういう指標。うん、どうでしょう。レンジ相場ね、脱出したかどうかの、まあ、一つの指標になるよねっていうのはね、ありますからよろしくお願いいたします。離れ出した時が、あれですよ。うん、こう、トレンドがね、こう、作られていくんじゃないかみたいな、紫のラインがぐーっと上がってきた時に、ちょっとね、楽しみが出てくる相場がもしかしたら来るかもなーっていうのは、意識しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、で、今日の最後見ておきましょうかね。今日の最後はマンゴーを見ておきましょう。これマンゴーもね DMI 見るとめちゃめちゃ面白いですよ。めちゃめちゃ面白いと、はい、離れまくってると、うん、やっぱね使える時と使えない時当然ありますから、ここは一つね注意をしておいてくださいね。使える時と使えない時がありますからね。やっぱり相性というものもありますから、よろしくお願いいたしますよ。でマンゴートーク見ておきましょう。マンゴーなんですけども、ただいまの価格が 0.025 ドル付近を推移しているような状況で、直近で言うと、まあ、日足だけでいいかな。うん、直近で言うと、まあ、加担値はね、ここの付近でしょうか、0.04 ドルぐらい。で、上端値は明らかに、まあ、広い範囲で行くならば、0.053 とか 0.054 あたり、この間を、まあ、言っちゃうと、うようようようずっとしてたわけですよ。だけれども、徐々にね、高値を切り下げていっていたので、ディセンディングトライアングル、ディセンディングトライアングルに移行していって、今回の事件があって、ずーっと落ち込んできたというところでございます。OK でございましょうか。で、ディセトラを形成していた。で、今回のことがあってね、ぐれーっと超大幅下落。だからどれぐらいかな、0.04 ドルぐらいから 0.02 ドル、まあ半分ぐらいまで落ち込んできたわけですよ。で、そっから今ね、日足レベルで見たとしても分かると思いますけども、徐々に安値切り上げていっていて、短期の移動平均線上に乗ってきた。だからここをちょっと見てね、お、なんか面白そうだなと思って入れたわけです。で、どうでしょう、 RSI 値もね、売られすぎの領域から回復してきて徐々に上がってきている。で、あとはこのね、さっきちょっとこう見た、DMI に関してもね、
こう紫のラインがぐーっと上がってきていて、緑のラインとゴールデンクロスをね、赤のラインとゴールデンクロスを起こして、強気相場のトレンドが強いような状況に、トレンドがね発生してきて、強気のトレンド発生してきてますよみたいな状況に指標としたら出てきておりますから、まあこれも要因でちょっと入っていった部分もあったんですよ。で、あと一つはいいですか、まあ4時間で見てもそうですよね。紫のラインがぐーっと上がってきていて、緑のラインと赤のライン、ゴールデンクロスを起こしておりますから、強気相場のトレンド発生中よと。んで、ロウソク足を見ると、まあキャンドル見ちゃうと、今状況としたらこういった形ですよね。安値ちょっと荒く引きますけども、安値切り上げ、はい、こういった形、高値がいいですか、点々線で入れますよ。まあ、一定値でしょうね。一定値。もしくは、右下がりとして見ると、普通のね、シンメトリカル、トライアングル、三角持ち合い。うん。高い、ある程度一定値で見てもいいかなと思いますけれどもね。うん。0.027 ぐらいでね、アセンディングトライアングルとしてもある程度見れるかなっていう感じ。だから、まあ、0.028 とか、うん、0.029 とか、このあたりを超えていければ、一回ね、強い上昇がもう一回待ってく、起こってくる可能性がありますから、そこにはね、期待をしておきましょう。よろしくお願いいたします。普通のね、高値切り、下げ、安ね、切り上げの、シンメトリカルの方で見るんであれば、どうでございましょうか。 0.0273 ドル付近を抜けていけば、ぐっと力強いね上昇がね待ってる可能性があります。 0.033 ドルぐらいまでの上昇が待ってる可能性がありますから、ちょっとね普通の三角持ち合いで見ている方はこのラインを抜けていってから入っていってもいいかもしれません。ただちょっと今これ安でね割れ込んでいるので、ちょっと嫌な雰囲気もありますけれども、どうでしょうね。まあ、広い範囲で見るとね、ちょっとこう、まあ、まだ粘るかなと。粘りそうな感じもしますけどもね。まあ、さっき言ったニュースが、どうでしょう。まあ、和解をして現実になってくれば、一旦、この起点となる場所ぐらいまで 0.04 ドルぐらいまで上がってくる可能性はねあるかなというふうに思いますから、ちょっとそこはね期待をしておきたいところで、半値戻しは前値戻しっていうぐらいですから、やっぱそこが意識されてここ抑えられていったはずですよ。うん、 0.03 ドルぐらい押されていった、 0.03 ドルぐらいかな、ヒゲを加味するならば。だから 0.028、 まあ半値戻し以上はしてますけども、ヒゲまで加味するならば、なんかまあ実体部分でいくとね、そうですよね、実体部分でいくと 0.02 ドルから、0.028 ドルぐらいですから、実体部分での半値戻しで押されてるじゃないですか。だからそういったところをね意識していた方もいたのかなと、反発からのね、だから、なかなかこの 0.028 から 0.029 が抜けられなかったと思うんですけども、半値戻しは前値戻しっていうぐらいですから、これを抜けていけば前値で戻してくる可能性やっぱありますよ。 0.04 ドルぐらいまでね戻してくる可能性がありますから、ちょっとギャンブルチックかもしれませんけれども、FX ね勝負しても面白いかもしれないので、よろしくお願いいたします。まあそういった形でね、ご案内させてください。一応チャートとしてはまだ死んでいない、三角持ち合いもしくはアセンディングトライアングルが作成されている、高値を結んだら抜けていけば一気に回復ねしてくる可能性がある。もしくはニュースがいいものが流れてきたら一気にね回復してくる可能性がありますから、ちょっとね、見てみてください。よろしくお願いいたします。取り扱っているところはgate.io さんでございますから、もしお持ちでない方はね、あのアカウントビットマン TV のリンクをご活用ください。よろしくお願いいたします。嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね本日のチャート分析、並びに重要ニュース以上となります。そして明日なんでございますけども、もしかしたら明日ね配信がねちょっとできないかもしれないんですよ。ちょっと結構忙しくて、家族のファミリーサービスをねしていこうかなというふうに思いますから、ちょっともしかしたらできないかもしれませんから、その時はツイッターの方で流しますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆様、楽しい楽しい楽しい週末をお過ごしください。じゃバイ。